浜口藤子は日本の女優である。浜口藤子と表記されることもある。本名は鈴木藤子。沢田章二郎率いる新国劇の研究生を経て、日活渦政撮影所の新進女優として一世を風靡したが、創生した。夫は元俳優の神田俊二。1909年9月、東京府東京市神楽に生まれる。 一橋高等女学校を卒業後、沢田章二郎が創立した新国劇の研究生となり、本名の鈴木藤子名義で舞台に出演。1929年、浜口はキネマ巡報同年1月1日号より、1928年に公開された欧米映画、噂の娘で主演を務めたノーマタルマジが寄贈した洋装一式を商品に公募した。 モダンガール検証募集、美人投票に応募する。600人の応募のうち、浜口を含む25人の予選通過者の写真が、銀座にある松坂屋に展示され、一般の人気投票を求めた結果、6888票中1271票を得て当選。当選結果は、同市の同年3月21日号によって発表されたが、去る3月4日に、 師匠の沢田が救世したため、映画俳優に転校しようと考えた矢先とあって、この攻防をきっかけに、日活のスカウトを直ちに承諾し、同年7月、日活渦政撮影所現代劇部に入社。同年7月2日に内閣を組織した、浜口祐子にあやかって、浜口藤子と改名する。デビュー作は、 同年9月15日に公開された中村村尾の東京朝日新聞連載小説の映画化で安倍豊か監督映画青白木原に島孝二夏川静江沢蘭子と共演以後南部正造中野栄治村田博都帯名達隊の相手役を務め新進女優として華々しく売り出しまた安倍豊か監督映画 日本バレアイナ聖一監督映画、娘先端エロ感時代、第二編娘特感100マイルなどで主演を務め、大活躍した。ところが1930年、いくつかの映画で共演した、神田俊二との恋愛の末に同性生活に入り、前途に陰りを見せ始める。1931年には、神田が、父神田村によって設立され、昭和教皇の影響で、 廃業危機に陥った紅葉や紹介を立て直すため、同年6月の三枝源次郎監督映画、太平洋横断を最後に退社し、上京している。浜口も神田の後を追って上京したため、同年後半は渡辺国夫監督映画、日後の小曲げで、川野五郎と共演したのみである。1932年、稲垣博監督映画、旅は、 青空と、伊丹満作監督映画、謙信の打たれに出演後、神田と結婚。翌1933年、熊谷久虎監督映画、彼女の道を最後に退社し、家庭に入った。1934年6月、日活へ復帰。同年、日活玉川撮影所が制作した、溝野口健次監督映画、愛像峠の出演が決まっていたが、直後に、 結核で倒れて断念する。1935年春、千葉県市川島間の高橋病院に入院していたが、病態は安定せず、同年10月9日に死去した。満26歳没。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。浜口の死去から31年後の1961年。 日活渦ず現代劇部のスタッフとして活動していた稲本により、神と女優が刊行され、同書には悲惨なし、浜口藤子として一章が裂かれているが、歌人白名をちていくような生涯であった。特筆以外、すべて制作は、日活渦ず撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活玉川撮影所、配給は、 日活、特筆以外はすべてサイレント映画である。ありがとうございます。